皆さんこんにちは。プロレーサー、そしてテストライダー、ドライバーでもあります丸山弘です。そして今日のゲストは伊藤里奈さんです。はい、伊藤里奈です。こんにちは。伊藤里奈さん、ご無沙汰しております。はい、お久しぶりです。サーキットではよく会うんですが、そうですね、モーターステーションではですね、ほんと久しぶりです。モーターステーション、実は10年前ぐらい10年前出ていただいてるんですよね。はいはいはい。覚えてます？覚えてます。はい。伊藤里奈さんといえば、うちではマルタイ四輪のスパルナチームとして近頃ね、もうブイブイ、いやもうずいぶん何年ブイブイはしてる？何年ですか？結構ブイブイさせてますね。結構ブイブイしてますよね。さらに勢力拡大してやっておりますが、実は伊藤里奈さんのモーターステーション TV、 まあ当時はマルチャンネルとも言ってましたけど、そうですね、マルチャンネルでしたね。初登場はなんと二輪でした。二輪だったんですよね。そんなところをですね、今日はちょっと紐解いていきたいなと思うんですが、我がモーターステーション TV の番組コンセプトをぜひ伊藤里奈さんにも、はいはい、あれ前振りしてなかったね。読めますか？はいはい、いきますよ。モータースポーツを通して人々の生活に活力を与え、文化として創造する。お、大モーターステーション。読めてましたか？大丈夫です。大丈夫です。人々の生活に活力を与え、文化として創造する。どうですか、このコンセプトは？素晴らしいです。ありがとうございます。すっとね。モータースポーツすごい噛んでるだけに。ぜひね、ここ伊藤里奈さんにも番組も通じて、伊藤里奈さん自体がずっとやってるけどね。そうですね。はい。ぜひ番組の方でもですね、文化にしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。お願いします。そんな中、伊藤里奈さんがですね、なんと今回はですよ、今回はですね、そのスパルナ四輪ドライバーとして活躍している伊藤里奈さんが、なんと初膝すりにチャレンジ。イエイ、膝すり。膝すりさん喜んでますね。喜んでますね。ちょっと嬉しい。やったことないんで、どんなものなのかという、多分あまり知識もないから、膝すりを分かってないかもしれないんですけど、なんでここに至ったかっていうのはですね、ちょっとね、昔の番組、ちょっとこれ昔の番組見る？あ、10年前は道に迷っております。可愛いですね。若いですね。可愛いですね。今可愛いだよ。若い10年前はツーリングに誘ったんですよね、うち。あ、そうですね。そうです。というですね、ツーリングに誘ったということは、この時に二輪の免許を取った。取りましたね。取って一応大型まで取りました。そうなんですね。大型まで取った。免許は持ってます。持ったということで、実はモーターステーションでは一番最初に、あ、だったらツーリング行こうよということで、ヤマハのドラッグスターミーティング。これをいただいた時のことな、10年前のやつですよね。すごいですね。持ちがいいですね。よく持ってるでしょ。皆さんも持ってるはずですよね。どこかにあるはず。そんなですね、ツーリングにね誘って、これでね、俺は意外とハマると思ったの。四輪の方ではね、活発にこう精力的にねサーキットでも活動してるので、二輪なんかツーリングに行ってもすごいハマるだろうなと思ったんですけど。それからどんぐらい乗りました？それから全然乗ってないです。お仕事でちょろっとと、あとモトクロスをちょろっとやったぐらいで。モトクロスあれでしたね。うちのオフトレ一緒に行ったんですよね。行きました。どうでした？そこ。あ、面白かったです。めちゃめちゃオフトレで感じたことはこけても痛くない。痛いんだけど意外と痛みを感じないタイプ。そうですね。っていうか意外とはしゃぐタイプでね。わっさっとやったー、転んじゃったみたいなね。転んでも全然痛くないみたいな。全然痛くはなくはないんで、普通女子転ぶ、ちょっとでも転ぶとね、痛ーとか言って、その後浮上しないことがあるんだけどね。なぜそのねツーリングにはこう行かず、やっぱりサーキットなの？そうですね。二輪ででもサーキットっていうと怖いイメージないですか？あ、怖いイメージはあります。あるの、ちゃんと。なんかスピードが出過ぎちゃって、で、映像とかで見るとこけてる人も多いじゃないですか。すごい勢いで。そんな映像じゃない人見るのって結構とんでもない映像を見て、よくそのニコニコして言えるよね。もしかしたら私とんでもないことになっちゃうっていう。いや、ああいう風になるのかなっていうのもあるんですけど。そんなニコニコしながらけど。でもまあなんか一般道は絶対こけちゃいけないっていうイメージがあるんですよ、絶対に。でもサーキットはまあこけることもあるだろうと、さすがですね、思ってるので、ワンコケぐらいはまあワンコケぐらいしか考えてないです。ハマったらワンコケどこじゃないですね、2コケ3コケでもよっぽど行動で転ぶ方が怖いっていうイメージは、これやっぱりサーキットドライバーで4人で知ってるだけに、絶対にストリートで転ぶなんてありえないから、サーキット走っておきたいな。サーキットで転ぶ分にはなんだろうな、どこまで4輪だっていろいろとね、全部こう守られてはいるけど、でもぐしゃぐしゃになっちゃうことあるじゃない。何回かやってますよね、ぐしゃぐしゃに。ぐしゃぐしゃに車がなっちゃうことは何度かあります。二輪の場合、バイクもぐしゃぐしゃ、人間もっていう風に。どうなっちゃうのかなっていうのはちょっと気になります。その外からでしか見たことがないんで。痛いのかなとか。痛いのかな。で、やっぱりやってみたい。やってみたい。そこにチャレンジしてみたい。ということでね、今日はですね、実はスタジオに来てもらったのにはですね、まず凛の初レーシングスーツを着ていただこうということでちょっとこの写真、はい、先ほど実は着てもらったんです。来ました。はい、写真ドンドンドン、はいはい、本当に今先ほどね、目の前で凛のレーシングスーツ着てもらいましたけど、はい、どうでした？着て。着て、まず持った瞬間、すんごい重かったんですよ。すごい重かった。嘘って思いました。マジですか？バイク乗るのにこんな重たいもの着てるのみたいな。ね、今回着てもらったのはもちろんね、串谷さんっていうね、最高峰のやっぱりつなぎですけど、あれでも軽いんですよ。あ、そうなんですね。ね、鎧ですから、基本鎧ですから。4輪のスーツの場合は、まあなるべく軽くはもちろんしたいけど、まあ燃えないことだよね。基本的に燃えにくい素材、燃えない素材を着なければいけないっていう。カートの場合はちょっとプロテクターがあるけど。そうですね。カートって二輪のレーシングスーツ着るとカート無敵よ。本当ですか？感覚的に何が起きても大丈夫ぐらいの雰囲気。確かに当たってもなんか。そう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 。結構頑丈ですもんね、バイク。乗り上げられても大丈夫。すごい、カートよくね、面倒くさいから二輪のスーツで行く時もたまにあるんですよ。冬だけね、夏は嫌だけど、でもね丈夫だし、あと投げ出されても大丈夫だし、カートは投げ出されないけどね。確かに確かに。でも逆に言うと、カートのスーツでカート乗ってるとすっごい不安なんだけど、俺。なんでですか？アスファルトすごい近いところで、これだけみたいな。確かに、まあなんかちょっとこう絡んで事故ったりすると結構擦れます。だよね。スーツ着てても中身まで擦れるんで、危ないなとは思って。でしょ？二輪のスーツだったらだいたい200キロで滑ってって、100メートルぐらい滑っても何も起きないよ。本当ですか？削れ切れないから。中身はね、よく起こるのはやっぱ打撲打ちに、あと骨折。そこは避けきれないんだけど、擦過傷みたいなものについては100メートルぐらい滑っても意外と今大丈夫。じゃ血は出ないんですね。血はね、出る。青タンはいっぱい見る。あざにはなるけど、こう切れたり擦れたり。わあ、そうそうない。そうそうない。まあ絶対ではないんだけどね。でも擦れに強いと、あとプロテクターものすごいついてるでしょ。すごいついてました。肘と胸、あと胸も背中、はい。ね、強くなった。いや、なんか強くなった感じもしたし、すごい包まれてる感が、守られてるっていう感じがめっちゃしました。好きでしょ、ああいう。そして好きです。好きだよね。そしてさ、グローブはめたら。いや、グローブはめたら、もう誰か殴りたい。言うと思った。本当にこれでバーンやったら絶対勝てるって思いましたよ。さあ、本当にいいのあるじゃんって思っちゃう。なんか強くなった感じするよね。あれでなんかさ、なんかストリートファイトの時にさ、あれ着てたらさ、勝てる勝てる。無敵。やられても痛くない感じがします。そうそう、いや本当にね、そういうレーシングスーツを着て、まあね、ちょっと思うところ。でも実はこの後ね、膝すりキャンプ。当社の膝すりキャンプちょっと見てもらっていいですか？はい、見てもらうっていうことじゃないんだけど、はい何ですかこれ二輪に乗るイコールスポーツだから俺は必ず朝ランニングしなさいって言ってる。走るんですか？ダメ？しかもスーツで。そうそうそう、だってどっちにしろ汗かくんだよ。で体ほらスーツ着てもしっかり動かなきゃいけないから、こういう訓練。みんな体柔らかいですね。硬い？あんまり柔らかくないです。あ、ちょっと硬めかもしれない。それ結構厳しいかな。こうなっちゃうかもしれない。こうなっちゃうってね。でね、実際に膝をするシーンはこんな感じ。あ、これきょんちゃん。あ、同じつなぎ。ほら、いくよ。これがね、なかなか届かないのよ。どう、これやんのよ。え？これ足が開かないと。開かないと大変よ。永遠届かないんじゃないですか。ほら、届かない。みんな結構、だって結構寝かさなきゃいけないからね。確かに。これ、膝すり矯正戦闘機。何を見ても楽しそうだけど、どうこれ？いや、すごいですね。これね、やるよ。これやると釣れますよ。じゃあまずはこういう感じで練習させてくれるんですね。形をフォームっていうか。そう。でもりなさんはこれを見た限り、7月31日までに絶対家で練習すると思う。あるかなこの椅子。結構どこにでもあるんだよ。意外とどこにでもあるんだよ。そんなね、ことをね、7月31日、これちょっと放送前か放送後かわかんないけど、7月31日のまあ膝すりキャンプに行って、本当にね、ツーリングよりはサーキット。でサーキットで何をしたいかって言ったら、前に膝をすりたいって言ったから膝すりキャンプに連れていくんだけど、どうなるともうこの後この二輪初サーキット、伊藤里奈さんね、もう10分ぐらい喋っちゃったけど、自分の中では長いレースモータースポーツ人生の中で、もうモータースポーツですよね。ちょっとこれ見るとちょっとモータースポーツじゃないんだけど、どうなると思います？そこだけちょっと聞いとこうかな。いや、サーキット走ったことないので、二輪でね、二輪で乗ってみて膝すりのこれも学んでできるようになったら、なんかレースとか出たくなっちゃうと思いますよ、多分。俺ね、これこの後ね、ちょっと今小鳥ちゃんでここのはね公開もするけどね、この後俺は実はマルタイ情報局っていつもね、四輪のマルタイ出てもらってる。二輪のマルタイさせちゃう。二輪のマルタイもあるんですよね、そういえば。ニッコニコ、何をやってもニッコニコ。この後はですね、本当にね、また次のテーマでいくんですが、ちょっと小鳥ちゃんと交代して、こう初二輪サーキットのね、ことをちょっとね、フリートーク行ってみましょうかね。イエイ、小鳥ちゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。可愛い。二人ともニッコニコ。そう、今の聞いて、そうなんか。もし膝すれたらレースとか出てみたいな、まさに私がこの膝すれキャンプで初めて膝をすれるようになって同じことを思って二輪の丸太出ました。そうだったんだ。なので、もうすでにね、四輪の丸太ではもう私より大先輩でね、すごい長年出られてるので、ここはやっぱりで、今私二輪と四輪両方のね丸太出てるんですけど、ぜひりなさんにも。で、今で多分先輩に教えてもらおう。いやいやいや、でも私からするとりなさんの方が全然先輩なんですけど、でも丸山さんも今その思いをこうふつふつと思ってるよね。こればっかりは俺もりなさんが天才的にモータースポーツ何でも入っていくけど、二輪はね、やっぱり行く人と行かない人って結構分かれるんで、でもやっぱり視聴者の皆さん、伊藤里奈ファンも千穂ちゃんもれなちゃん必ず伊藤里奈だったら行くだろうって思ってるところが、今回は打ち崩されるのも若干俺にはちょっとなんていうの、ドキドキ期待じゃないけど、女らしい伊藤里奈っていうのを見てみたいっていう。ありますかね、女らしい。いや、だから今回出たら言えるよ、やっと。そうですね、男じゃねえの伊藤里奈っていうことばっかり聞いてきたと思うんだけど、そうですね、今回の膝すりキャンプで出ちゃいますか、あれ女の子じゃないのみたいな。それって何、膝がすれなかったら女の子ってこと？この後制作委員会でいいですかとか言って、それでもいいよ、それでもいいよ。なんかこっから先はお楽しみにしときますか。制作委員会の方でね、お楽しみっていうことで、膝がすれなかったらっていうよりは、なんていうのかな、モータースポーツであれ難しい、どうしたらいいの、っていうことを言ってみてほしい。なんか何でもかんでもやってっちゃうんだ、あれ女の子らしくないなって。女の子らしくないって言っちゃいけないんだけど、ちょっとは可愛い。でも別に私男らしいって言われないよ。いや女の子らしい、めちゃめちゃ女の子らしい。でもさ、擦れない子いるじゃない。まあ男も擦れないんだけど結局は。なんでもね、ちょっといや私だからって言いつつ大体やり遂げちゃうから悔しいね。悔しい。できない私を見たいんですね。できないそう。はい。できない伊藤里奈さんに優しく教えてみたい。何それ。教えるまでもなんかやっちゃうからさ、誰もこうなんていうの、優しさを表現できる。なるほど。でなんとか結構強気な発言したんじゃないかなと思ったら、どっちかな、チャリって吸った後、あこんな感じみたいな。でもなんかサクッて擦れちゃいそうな気はする。でも擦れてつまんないんですよね。ちょっと女の子出した方がいいですか。擦れない擦れない怖い怖いみたいな。演技はしない。演技ね、多分演技してる場合じゃないんだ本当に。場合じゃない。だけど擦れたら楽しいし。見てみたいな、どっちかだけど、どっちかだけど、どっちにしろなんていうのかな、でも最終的にはかっこいい膝擦ってる姿が見れる気がする。最終的にはね。あとこの膝擦りキャンプの大事なところは、他ではまず教えることがない。ライディングフォームのかっこよさを競ってる。で里奈さんもなんていうのかな、膝擦れて終わりではなく、最終的に一日のその日の一番かっこいいライディングフォームした人を最後発表するので、そう膝擦って終わりじゃないところがこのイベントの、そうでこれって他のところではなかなか教えてないんですよ。普通にライディングテクニックがうまい、速い、タイムが出る出ないなんだけど、うちはまずかっこっていくんだけど、このかっこが初めて膝を擦った時にかっこをきちんと決めていかないと。変なフォームで速くなっていくと、そのフォーム治らない。治らない、本当に。そこ確かに二輪と四輪の一番大きな違いかもしれない。確かに四輪だとフォームとか別に見えないんで、でもバイクってこう形が出てるから、それで美しくないね。そう、かっこよくない状態でタイムだけ速くなっちゃうと、速いけどあんまかっこよくない。ないってなんか嫌ですよね。確かに。そこを確かに。かっこよくなりたい。どうせだったらかっこいいライディングフォームで速くなっていくと、その人を見て憧れて入ってくるライダーが多くなってくる。あの人みたいに走ってみたいっていう憧れるライダーになるためには、まず膝擦りキャンプというテーマがあるので、なるほど。里奈さんにはぜひ膝擦りキャンプで一ハマりするか、一回出てチャキって吸って、まあこんなもんかなっつってまた5年後ぐらいにモーターセッションで。本当にハマる、いや本当にハマった場合はどうしようかなってちょっと思うけどね。そうですよね。本当にハマった場合は丸太いっていうのもちょっと考えてはいるけれど、まあそれはね、まずは久しぶり。お二人ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。松井さん、暁にはまた話を聞かせてください。はい。それでは今日のところはこの辺で。さよなら。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さらに NSTV ではチャレンジ女子アナ、男子キャスター、そして番組制作スタッフを募集しております。また NSTV 制作委員会のご参加応援もよろしくお願いします。詳しくは動画の詳細欄をご確認ください。